この器にですね、この器にアレンジをしていきますけれども、サンゴミズキとか、まあ、ヒョウランとかドラセナとかね、まあ、こういうものを駆使してお花はね、赤バラだけを入れてアレンジを作ります、まあ、こういうね、枝とか葉っぱで、まあ、どこまで変化をつけたいかっていうのが見どころになると思います、ではですね、早速行ってみましょうか。どうぞ。まず最初にこのサンゴミズキですね、これを刺していきます。なんかね、まあ、こういうのを刺すときって、まあ、頭の中にね、こう完成品がね、よく出来上がってるんですかって言われることが多いんですけれども、僕の場合は全然出来上がってません、はっきり言って、まあ、ほとんどの人は出来上がってるのかもしれないんですけど、僕の場合は全然出来上がってません。なんか溜めたり、溜めるとか曲げたりすることがあるんですけど、溜めたりしながらなんかこういい形にならないかなみたいな感じで考えてます。まあまあ悪く言えば行き当たりばったりって感じなんですけれども、行き当たりばったりでも、その行き当たりばったりじゃない人よりもいいものができちゃうんですよ。まあだから言ってないんでしょうけども、そこは勘弁してください。なんかね、こういうのがね、少しまっすぐに入ってくると、なんか、ね、まあ分かんないですよ、後々絶対いいことないんですよ。だから曲げとくに越したことはないんです。なんていいことがないかっていうのは分かんないです、この時点では。でもなんかそんな気がするんですよ。でさっき、僕が言った要するにこう、僕はもともとノープランなんですね、ノープランなの、ノープランだけど最終的にはよくできちゃうって言ったじゃないですか。あれはですね、まあ、そういうこと言うからすごいこうバッシングされるし妬まれることも多いんですけれども、違うんですって。あのね、まあ、要するにノープランでいるというのは、なんでノープランでいるかというと、植物素材のプランがある人って植物素材の一番いいところを見逃します、はっきり言ったら。そのプランが邪魔するんです。で自分の中のプランが、その植物はこうなったらいいなっていう、願望というかそういうものに変わっていくんですよ。だからどうしてもそういうふうに植物を変化させようとしますね。そうするとね、もともと植物の持ってるすごい良さっていうのを見逃します。Nフラワーはそれを見逃さないスクールなんですよ、はっきり言って、なので、まあそういうのが嫌な人はNフラワー来ないとがいいんです、ただこう植物の良さをこううんと引き出して、植物ってもともとお花とか美しいじゃないですか。その美しいお花をさらに美しくしたいなと思う人はNフラワーになります。だからそこで判断してもらえるといいと思います。これでサンゴミズキに広がりました。まだこの時点ではノープランです。次にこのドラセナを入れます。ドラセナはいつも言うように1枚ね、必ずこういう、まあ、こういう、まあ、綺麗そうなやつを長く取っといて、まあ、こういうふうに長くしとくと後々こう使えますからね。はい、こちらでドラスナが入れ終わりました。ドラスナをこう丸めたり長く伸ばしたりとか、こう変化をつけて、まあ、ドラセナを花に見立ててどんどん構成してるんですね。そのあたりが分かってもらえたらよかったと思います。次にこのキキョウランを入れていきます。これも同じ感じです。はい、キキョウランが入りました。ではここで赤バラをね入れていきます。
ブラックパールをね、最後にブラックパールを入れていきましょう。最後にもう一本サンゴミズキを入れます。はい、はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。このサンゴ水着のね、流れがいいですよね。まあこう葉っぱでね、割とこう葉っぱを花に見立てて構成していくっていうのが今回の見どころというか、覚えてほしいところですね。ではね、そういうところも踏まえて皆さんぜひやってみてください。あと N フラワーではですね、ついに花束通信講座が始まりました。そして11月からフラワーアレンジメント講座が始まりますけれども、これはね、絶対にうまくなる通信講座です。で僕ね、もうこううさんくさいのが嫌なんですよ。だから僕はものすごくこうこの YouTube のこのフラワー TV もどれだけこう動画で皆さんにものが伝えられるかっていうのでテストケースで始めたものです。まあそれがこう実ってね、今があるんですけれども、まあ、それをこう踏まえてすごい花束通信の講座が出来上がりましたので、ぜひね、Nフラワーのホームページをご覧ください。では、またお会いしましょう。See you next time!